一帯一路5周年習近平主席新国際秩序づくり協調という、続いて深入りまいりましょう。帝国主義そのものじゃん。そうですね、自分でも認めてるんだからね。まあ、統治システムって言ってしまえばね、私たちが統治しますよって言ってるようなもんですね。すごいですね。まあ、それは植民地支配ですよ、うん、ある意味では。あ、まあ、それを実際やろうとしてますけどね、ただ結局破綻してるんですよね。 AIIB にしたって、まあ、ろくに結局集まらないし、一帯一路だって、もうこれ聞いて5年って聞いてびっくりしたんですけど、もうそんなになるのかと、何にも進んでませんよね。まあ、中国としてもぶち上げることはぶち上げて、今更否定できないから一生懸命なんでしょうけど、もうどん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 実態から離れていってる感じがしますね。で、私やっぱ国内で問題なのは、こういうふうに一帯一路も AIIB も、日本国内で必ずバスに乗り遅れるなって声出るんですね。で、一刻も早く参加しないと、日本のこの美味しい部分取られちゃうよという人が必ず出るんだけど、そんなもん美味しい部分があったら試しないじゃないかって話です。日本とアメリカで参加しなければ、なんで大体成立しないんでしょうからね。はい、だから日本の国営参加した参加もし日本がね、一帯一路に協力した、あるいは AIIB に投資したことによって、日本にとって何が国益ですか？何かありますか？何一つないでしょう。まあ、AIIB の場合、その民間企業がなんかね、たまたまうまく乗っかって、そこでわずかな利益を得るということはあるかもしれませんけども、国益ってほどのものはないですよね。何もないですよね。AIIB について言うと全くないですね。そうですか。なので、僕は思うには、安倍総理だから、こういう中国に対して冷静な対応ができると思ってるのよ。で、他の政治家でしたらね、もうすぐ、中国の言いなりになる方々が多いわけですからね。その辺僕は安倍さんのそこが好きなんですけどね。どうですか。第一次政権の時に戦略的互恵関係というのを打ち出して、これも今も日本の中国に対する基本政策ですけど、これ戦略的互恵って何かっていうと、ウエットな感情を交えず、お互い得する部分だけで付き合いましょうという意味ですから、それで正しいと思うんですよね。昔はね、中国との関係では日中友好って言葉に全て支配されて、しかもその日中友好の定義ってさっきのヘイトと同じで、全部中国が決めるんですね。それは日中友好に反するっていうと、みんなペコッとしちゃうと、そういうその感情的情緒的なものを排したわけですね、それでいいと思いますね。パンダがどうしたとかそういう話ではなくてね、パンダなんて和歌山行けばいっぱいいるんですけどね。もう借りてくる必要ないと思うんですけどね。本当にね、私は時もいらないと思いますよ ね、 もうね、これでもマレーシアがこの参加をやめたということは決定的ですね。大きいですね。金額はすごく大きかったですからね。まあ、安倍さんの一帯一路にね、ちょっと協力もうやぶさが出ないというのは、どうやらじゃあ半ばリップサービスですか。リップサービスですね。そうですか。そう言うのは簡単なんだけど、金出せなければ終わり。なるほど。でも安倍政権はね、 AIIB という一帯一路は少し分けて考えてまして、AIIB はもう全く関係ないと、中国に金渡すことはしないと、だ一帯一路の場合は民間企業がそれで得するようだったら、別にそれはそれかまわない。それのバックアップはっていう、そういうことですね。ぜひということで、はい、でもそれ日本の民間企業を入れないでしょ。まあ、今のところなんかその特別なことで全部中国の企業がいて、格安の価格で契約して、それで途中で破綻して帰ってしまうと中途半端に終わってしまうというのは、そういうことになるんじゃないの。で、日本企業を参加させないんじゃないの。まあ、それは今後のことだったんでしょうけどね。ただ実際一帯一路自体が機能してないから、あんまり意味ない話ですけどね。ということになるんでしょうね。ありがとうございました。